まずはオールセントラルの先発山本、名古屋ドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。さあ夢の対決第1ラウンド、見応え十分、楽しみな対戦となりました。初球コーナーをついてきました。次が2球目、ファウルになります。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている西村。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース見送ってストライクです。横への変化球が決まります。ノーボールツーストライクです。三振を取りました。バッターボックスには3番井口。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをオールパシフィック打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。改めてお聞きしますが、この井口、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。ああなるほど。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回オールパシフィック三者凡退です。